で、面白い話って何？まだ早いんじゃ。大丈夫だって。ちょいミスったことあって、そういうのって結局笑い話になんべ。ああ、でもまだ昨日プラも買ったんだわ、カブトムシ大将軍の。え？レアモンの欲しがってたやつ？テンション上がって速攻作ったら、速攻落としてカブトの角折れて。え？先輩、飛んでった角が姉ちゃんの頭に乗って、ちょんまげみたいになった。いや、やっぱ早かったんす、早かったんすよ。でも笑い話にしねえとつれえから。面白トーンで喋れてないっす。ちょんまげ。帰りましょう。左遷またお願いします。まげすね。次は笑ってやろうな。はい。